おはようございます、今日のお話は翡翠小太郎さんのあなた次第でこの世界は素晴らしい場所になるという本の中からママを助けるために生まれてきたという話です。ムカッときて言うことを聞かない子供にキッとなってしまう、という質問なんですね。で、翡翠小太郎さんは子供は親を助けに天国からはあはあ走ってくれた天使だと思ってみるという子育ての雑誌で連載を持っていたのですが、その連載から子どもたちの名言を集めて世界で一番かわいい名言という本を作りました。名言の中でも特に多かったのは生まれてくる前の記憶を持つ子どもたちの言葉です。みんな一様にママを助けるために生まれてきたって言うんです。友人のお子さんもこんなことを言っていたそうです。サラちゃんはね、ママを助けるために生まれてきたんだよ、天国でね、みんな並んでいたんだけど走って追い抜いて急いできたんだよ。子供はママを助けるために頑張って走って急いで追い抜いてきてくれたと思えたら、ちょっとは優しくしなきゃと思いませんか。僕は自分の二人の子供に対しては明石家さんまさんの言葉、生きているだけで丸儲けという気持ちだけなんです。僕のところに来てくれてありがとう、そんな気持ちです。星の時計のリッデルという漫画で、子供は未来からの客人だというセリフがあります。自分が決して見ることのできない未来社会で生きている未来人たちが過去を学びにやってきた存在、それが子供だと。だから、いいもてなしをしてやりたい、未来に帰って幸福な土産話ができるようにって、本当にそうだなと。携帯電話が毎年進化するように子供たちは大人より進化していて、この星の未来を見せてくれる先生だと言えます。子供イコール未来からやってきた先生と見れば、子供はいろんなことをしでかして親であるあなたの器と愛を広げようとしてくれている未来からの客人なんです。子育てイコール親育て、それが真実です。産婦人科医の池田先生には体内記憶の第一人者です。いろんな本、たくさんの本がありますが、その中に私は産科医として母子の心身に健やかなお産を模索するうちに子どもたちに体内記憶、子宮にいた時の記憶ですね、があることに気づきました。私の調査によると小さな子の約2割に体内記憶があります。さらにその前の記憶、つまりお母さんに宿る前のことを覚えているというお子さんもいます。子どもたちは雲の上のようなところでのんびり過ごし、どのお母さんのもとに生まれてくるか自分で決めて生まれてきたと言っているんですね。じゃあ今日はこれで終わります。